はいどうも G ボーイズです今ねこれを見ていただいてる、もしかしたらサガン鳥サポーターの方も見ていただいてるかもしれないんですけど、安心してください、泥棒さんじゃないですよはい、ということなんですけれども、いきなりなんですけど、皆さんね、これエスパルサポーターの方、これ見たことあります？これね、なんか静岡人っていう企業さんが出してる商品なんですけど、これどこで買ったかっていうと、アイスタの下にローソンあるじゃないですか。で、あそこのローソンに結構いっぱい置いてあって、でその中でいろいろ選んで、僕はステッカーよりマグネットがいいなと思ってね、これ買ってきたんですよ。気になる方は購入してみてはいかがでしょうかっていうところなんですけれども、はい、いよいよね、明日に、サガン鳥戦がね、迫ってきたということで、もう皆さんご存知のようにね、サガン鳥今絶好調です。3連勝で、しかも無失点ですね。でこのサガン鳥がね、大型補強をしてないのにどうしてこうも好調なのかというところをね、明日スタジアムにね、見に行く方、それから家でダゾーン観戦する方、それから最近サッカーを好きになった方とか、エスパルスねサポーターになった方とかで、またサガン鳥サポーターに最近なったよとかっていう方にも、とにかくもうめちゃくちゃ分かりやすくね、どういった選手にね注目してみればより面白く試合をね見れるのかっていうところをね、今日はね皆さんにねお話ししていきたいと思います。まずサガン鳥のねスタメンから見ていきましょう。このスタメンはですね、サガン鳥とベガルタ仙台のね、ホームで戦った試合のスタメンなんですけれども、このねベガルタ仙台と浦和レッズ、両方ともホームだったんですけれども、2試合丸々見てみたんですね。そうするとそのぐらい長く、ね、90分 ×2 で見てみたんですけど、だんだんね感情移入してきちゃうんですよ。サガン鳥がだんだんね好きになってきちゃってね、途中でサガン鳥の選手が倒されたりすると、おわってなっちゃうぐらいねだんだん感情移入してきちゃうんですよね。だけどもう次はね僕たちの敵ですね、サガン鳥はサガン鳥が3連勝で無失点っていう、このね好調な理由っていうのがね、もう見ていてね分かってきたんですよね。このサガン鳥のスタメンを見ても分かる通りですね、我らがファン・ソッコ選手ですね、サガン鳥に移籍してもう早速スタメンで出てるんですけど、この青ピンクのユニフォーム似合うんだっていうまずね印象だったんですよね。もうオレンジの印象が強いんで、そしてですねこのサガン鳥のメンバーの中で僕が特に紹介、本当特にですけれども紹介というか注目してほしい選手が3人います。注目選手1人目ですね、47番サイドバックのねディフェンスの一番後ろの左側の選手の、中野選手っていう選手なんですけれども、この中野選手なんとね、今17歳なのかな、だから、今年の4月から高校3年生になるっていうことなんで、エスパルスでいうとちょっと前の石毛選手とか、とにかくこの若いんですけどもうスタメン3試合連続で出てます。しかもめちゃめちゃプレーに落ち着きがあるんですよ。左サイドからめちゃめちゃオーバーラップもするんですが、ディフェンスの時にもね強さがあるんですよね。そしてこのもう中野選手の武器って言っていいと思うんですけど、このクロスをピンポイントで送れるっていうね、とにかくもうこの、ね、先の未来が明るい選手で、本当エスパルスも最近クロスからの、ね、失点とかも増えてるんで。ここは本当ね注意したい選手、もうまず1人目っていうか注目選手ですね。はい、そしてね、サガン鳥注目の選手2人目ですね、24番の飯野選手っていう選手なんですが、僕はこれいい意味で本当褒め言葉ですけど、僕は化け物とね呼びます。なんで化け物かっていうと、運動量が半端ないんです。でこれちょっとシステムって言って、フォーメーションでいうと 3-1-4-2 みたいな感じでサガン鳥は戦ってるんですけど、可変式って言って試合の流れによっていろいろフォーメーションを変えてくるクラブなんですけど、普段は試合の流れを見ていると4バックでやってることが多かったんですけど、これねもうディフェンスの時になると飯野選手が右側をガーッと下がってくるんですね。そしてファン・ソッコ選手が少し左にずれてみたいな感じになるんですけど、これね、攻撃になった時なんですよね。もうサラントスボールになった時から、前を向いた時からもうサイドを駆け上がるんですね。で、樋口選手っていう10番の選手いるんですが、あんまり右側に張り出してこないんで、本当サイド1人で仕事を後ろから前までするっていう感じで、まあ、前まで行くっていうことはクロスももちろん上げますし、シュートも打ちます。しかもこのクロスがめちゃめちゃ精度があるということで、まあ、この飯野選手はとにかくもう一番要注意みたいなね、選手ですね。そして最後はですね、9番の山下選手なんですが、これはサラントスに移籍してきた、まあ、飯野選手もそうなんですけれども、選手なんですが、この山下選手がすごいんです。仙台戦でも2得点かな、そして浦和戦でもゴール決めているんですけれども、もうとにかく少しでも油断したら山下選手にもう間違いなくやられてしまうと思うんで、とにかく前を向かせてシュートを絶対に打たせてはいけない。1点目もね、左足のシュートだったんですけど、もうとにかくトラップのシュートもめちゃめちゃうまいです。だからここはもうとにかく、前線では山下選手、それから林選手には特に要注意ということですね。そしてね、明日の、サガン鳥栖戦でもね、おそらくですけどこのスタメンで僕は来ると思います。そしてどうしてね、今サガン鳥栖がこれだけまあ、いい成績っていうか順位にいるかって考えた時に、一人一人がスペシャリストだったんですよね。特別、本当ね、J リーグの中で特別っていう選手ではないかもしれないんですけれども、一つ一つのポジションのスペシャリストが11人集まってる、しかもそこに可変式システムっていうのを取り入れてるこのサガン鳥栖の監督、本当ここにね、まあ、尽きるんじゃないかなと思ったんですよ。とにかく選手の使い方、それからシステムの動かし方がすごくうまいという印象ですね。はい、ということでですね、まあ、サガン鳥栖が怖い怖い強い強いと言ってるばかりでは何にもならないですからね。とにかく明日試合をして勝たなければいけないんです。ではどうすればいいのかっていうね、まあ、どういう試合になっていくのかっていう予想なんですけれども、ちょっと今回エスパルスのスタメンなんですけど、こちらです。前節と変わったところがごっちゃんに変えてレレ選手に、まあ、なっただけなんですけれども、まあ、ごっちゃんはやっぱりその最後の精度っていうところですよね。まあ、そこをまあ2本決定機をまあ外してしまったということで、まあ、その代わりまあレレ選手は強引な胸トラップからまあ枠に行ってまあかなり惜しかったシュートがあったと。で、まあ2本外していたりっていう、まあ、それ以外の部分でもめちゃくちゃ貢献はしてるんですけど、ちょっと今回はレレ選手にかけてみたいなっていう、まず1点取って、そこからね、もうちょっと気を楽にしてもらいたいなっていう感じで。レレ選手をね、スタメンに僕は希望してみましたね。はい、じゃあどういう試合になっていくのかなっていうのは本当個人的な予想ですけど、まあ、仙台戦というよりちょっと浦和戦の方を参考にしてみると、まあ、飯野選手のいる右側の部分が結構やっぱスペースって空いてくるんですよね。で、浦和はそこを狙ってくることが多かったので、まあ、エスパルスでいうと、まあ、ここカルリーニョス、片山選手が、まあ対峙する形になると思うんですが、おそらくそこからの攻撃がやっぱり増えてくるんじゃないかっていう感じなんですけど、まあ、それでまああんまり最近はね得点もまあ取れてないんで、どうすればゴールにつながるのかっていうところなんですけど、ちょっと一つ気づいたところが、スピードボールにあんまりサガン鳥栖はちょっとついていけてないというか、まあ対処が遅れる部分があったんですね。ですから、もうかなり鋭い、本当はスピードのついたボールのクロスが鍵になってくるんじゃないかなと思ったんですよ。で、そこにまあ身長のあるチアゴ・サンタナ選手が合わせるとか、まあニアにね、まあ、すらして、まあレレ選手が押し込むでも、まあ何でもいいんですが、とにかくスピードボールがちょっと鍵になってくるんじゃないかなっていう感じなんですよね。そしてもう一つ思ったのが、サイド攻撃ではないんですけど、ワンタッチの攻撃にもちょっとね弱いんじゃないかなっていうところがあったんで、まあワンタッチでね、まあパス&ゴーですよね。エスパルスも最近そういった攻撃ありましたよね。あったよね。記憶喪失かななんかあったような気したんですけど、まあバイタルエリリやね、まあまあゴールエリアのちょっと外側からとか、ペナルティーエリアの中でも、まあ、ワンタッチでの攻撃って多分、まあ、どのクラブにしてもそうですけど、まあ、効果は絶対にあると思うんで、そういったところをまあ増やしていってくれるのが、まあ、川井選手であったり、すると思うんですよ。そして、まあ、前節言ったように、川井選手から、まあ、強いパスをもらった、まあ、シアゴ・サンタナ選手が落としてみたいなところで、っていうところからのね、攻撃になってくれれば、ポストプレーですよね。そういうところの攻撃が増えていってくれれば、やっぱりサガン鳥栖に勝つということはもう十分にあり得ると思うんですね。はい、ここで何を言ってもね、机上の空論、棚からぼたもち、石の上にも3年ということでですね、まあ一人のサッカー大好きなサポーターがまあエスパルスのね、こうなってくれたらいいなって感じたことをね、喋っているだけですので、まあ、とにかくもう勝ってくれれば何でもいいんですから、エスパルスが。はい、ということでですね、最後ちょっと雑になっちゃいましたけども、まあ、最後までね、ご視聴いただいてありがとうございました。この動画がね、少しでも面白かったなと思ったら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、まあ、とにかく明日はもうサガン鳥栖をね、もう倒して、なんとかもう一回ここからね、立て直していきましょう。はい、ということでですね、本日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。